俺の嫁は末期癌で死んだ。嫁が死んでから俺はショックと悲しみでダメになりそうだったが、当時12歳、小学6年生の娘がいたから、なんとか頑張らなければならんと思って精一杯頑張った。娘は嫁が死んでから少々不安定で、心を落ち着かせるためか、嫁の結婚指輪を大事に大事に握っていることがあった。嫁の指輪は娘には大きく、指にはめてもなくしてしまいそうだったので、俺はネックレスを買ってやり、指輪をネックレスに通して首にかけれるようにしてやった。娘は大喜び。俺もなんだか嬉しかった。娘は学校以外では肌身離さず指輪ネックレスを身につけていた。首にかかる指輪を光らせながら仏壇に手を合わせる姿が心に響いた。娘が中学2年生の時、いつもは学校に指輪を持っていかない娘がうっかり首にかけたまま登校してしまった。娘自身も体育で着替えをするまで気がつかなかったようで、その着替えの時にクラスの女子に指摘されたらしい。その女子はやたらと、娘ちゃん、校則違反だよ。と言ってきたようで先生に報告。先生は指輪を没収した。娘は泣きながら母の形見だと説明したようだが、校則は校則だと取り合ってもらえず。これはうっかり学校に持って行った娘が悪いので、俺と一緒に仕事後に謝りに行った。しかしその先生はやたらと俺たち父娘を罵倒してくれた。中学生には高価すぎると思わなかったのか。下手したら盗まれるぞ。死んだ母親のものだったらタンスの奥にしまっておけ。これだから片親は。娘は泣いていた。俺は平謝りしながらも、母の愛情と思い出を忘れないために娘に渡したことを説明。そして今日は本当にうっかり持って行ってしまったことを話した。それでも先生は、本当は毎日持ってきてたんだろ。と言って返してくれなかった。1時間かけてようやく返してもらったが、その後がひどかった。先生に報告した女子がどう周りに広めたのかわからないが、俺の家が実は金持ちで100万もの指輪を娘に買い与えている。という噂が広まり、娘は同級生男子にカツアゲされかけた。もともと俺実家に帰ることを考えていたので、このカツアゲ未遂事件を機に、娘の意思を確認した上で転校を決めた。先日、娘が彼氏を家に連れてきた。結婚するんだってよ。ますます嫁に似た娘が連れてきた男は本当に好青年だった。嫁が死んでから修羅場続きで嫁に顔向けできなかった。これでようやく嫁に良い報告ができるよ。お父さん。あなたの育て方は間違ってなかったよ。いいお嬢さんを持って幸せだね。孫いっぱいできて目尻が下がりっぱなしになるといいさ。末永くお幸せに。十分に嫁さんはあなたに感謝していると思う。娘さん末永く幸せになってほしいね。これからも、あなたの楽しみはまだまだ続くぞ。多分、嬉しい出費も、